岡林秘書は、三重県松阪市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。プロでは、育成選手であった。弟は、プロ野球選手の岡林祐希。松阪市立のりかず小学校4年から、松阪リトルで野球を始め、松阪市立久保中学校1年には、リトルリーグ全日本選手権決勝で、清宮や高太郎を擁する東京北砂リトルと対戦し、準優勝。 その後30、ゼッツベースボールクラブで全国大会出場を経験する。小物高校に進学した後は1年秋にベンチ入り。3年の夏は準決勝、津田学園戦に敗れて甲子園出場を逃す。2017年のドラフト会議で広島東洋カープから育成1巡目で指名され、支度金300万円、年俸240万円で合意して入団した。 2019年10月2日に戦力外通告を受けた。その後、現役引退を発表した。教員免許の取得と野球の指導者になるための勉強のため大学進学を表明した。2020年3月16日に千葉ロッテマリーンズの元投手、島高明とともにセカンドキャリア特別選考での 国学院大学人間開発学部健康体育学科の合格が発表された。4月1日からは同学科に進学する。高校時代の最速は2年秋に計測した151キロ。直球の他にカーブ、スライダー、フォークを操る。野手としても高校通算で26本塁だ。高校最後の夏でも甲子園見え大会では。 前後試合で19打数7安打、打率。368で10打点4本塁打を残すなど、投打に高いポテンシャルを見せる。ありがとうございます。